まあ、あとは山口は本当にこう琉球の守備の間のところに立って、まあ、ちょっと嫌なポジショニングをしたら中にいた大槻ボール3試合連続です。最後は大槻周平ヒールですかね。どうですかね。まずはここの展開も良かったですよね、はい、ゆっくり時間を作りながらサイドに広げて、まあ、ここもスペースに流し込んだので、あ、触ってますかね。触ってますかね。大槻のビューティフルゴール。あー、触ってますね。ますね。素晴らしいゴールです。大槻周平2戦連発、まあ、理想的な形作りましたよね。右サイドで少し時間を作って作りながらサイドチェンジを入れてスペースに対して。